今週の報道するラジオ特集テーマです。文殊廃炉の衝撃と題してお送りいたします、えー。政府がですね、高速増殖炉、文殊廃炉を含めて抜本的見直しをという方向を打ち出しました。えー、今日はですね、えー、先ほどご紹介しました崎山記者に加えてもうお一方お呼びしております。九州大学教授吉岡人

1995年、うんはい、もう20年ほど前ですね、はい、起こった時に、その事故を受けての原子力委員会に設置された高速増殖炉懇談会という、はい、まあ文字のあり方を考える懇談会ですね、<っ>そこの委員もなさって。

のまあ決定方針が出ましたけれども吉岡さんは、言ったら20年前から、この文字については意見を述べてきてらっしゃったわけですね、公の中で、20年前、どんなお話、どんな考えを述べていらっしゃったんですかそうですね、文字事故が1995年の12月に起こるわけですけど、それまでの日本の原子力政策というのは、 原子力にあの批判的な委員は一人も入ってないで、あのほとんどが推進課あの、それに同調する委員で占められていて、まあ、原子力全般に関して推進一辺とで、その中で特に高速増殖炉は、まあ、最重要の推進課題というふうにされてきて、まあ、それまでの原子力委員会は、うん 推進の是非なんていうことは花,に花から問題にならずに,も,それテーマにもならない,い,いかに推進,推進のやり方を決めるかというようなそういうことしか考えられてなかったわけですけど、はい、ところがあの事故が起きて、うん、まあ,あの、うん、偽装事件も起きまして隠蔽もありましたよね。うん、ナトリウムがあの 漏れ,たわ漏れて火災を起こしたわけですけど、はい、それが一番目立たないような角度から短時間しか写真を撮らないでまあ本当はひどく焼けただれた、はい、あのビデオも撮っていたわけですけど隠していたのが発覚しまして、はい、まあそこで大問題になりまして原子力政策全般に対する信頼がまあ崩壊したわけです。はい、でそこで、まあ、政府ととしてはもうちょっと あの一方的な原子力独善的な原子力の政策の進め方はやめようということで、うん、批判的な委員もい若干名入れましょうというそういう流れになりまして、ええまあ、その中で最初に原子力委員会であの批判的な委員になったのが私で, <laughs> そ,であのそれ以来あの私もなんかあの政府と付き合うのがそんな下手じゃないみたいで。<laughs> あの 少数意見なんかたびたび書くんですけれども、えー、それでも普通は少数意見書くと次は呼ばれないわけですけどあ,<ー>あのそれでもまたどうぞまたどうぞと言って <laughs> 今20年目です今も経産省で委員をやってますそうですか吉岡さんはじゃ少数意見を述べ続けることができた非常に 希少な、うん、学者でいらっしゃるっていうこと、うん、ヨ、ま、バ、あ、さんのせっかくの例えば少数意見の毒に意外と気づかない人も、えー、いるんじゃないかと思うことも、気づいている人はちゃんと気づいてると思うんですが、ねどんなや意見をそれこそ20年前、そうですね。おっしゃってたんですか。1997年にあの高速増殖炉コンタというのが毎月開いて、あの10月にまあ 方針を出して、はい、あの12月に閣議決定されたと記憶してますけど、まあ、その中であの15人の人があの、うん、文字を再開してあの実,用実用化計画、まあ、つ,つまり文字の次は実証炉というのを作るという他にそういうより大きな60万キロワット級の実証炉を作るという計画をあの。 持っていたわけですけど文字がまだ完成してないのにもっと大きな、はい、の実験炉を作ろうと。といは技術的なことを確認するもので<ー>実証炉っていうのはさらにそれが商売としてうまくちゃんといくかというやつですね。うんはいうやつですね。その中で吉岡先生は、うんうん、はいあのただ一人、はい、16名中ただ一人、ね、少数意見を書きまして、ね、まあその中であの文字の,あの博物館にせよと。うん あ文字はいわゆる廃炉ですよね、うん、まず廃炉はも当たり前っていうお考えってことですね。普通の反対派はあの私も反対派のうちかもしれませんけれども廃炉<ー>にせよと言うんですけど私はもうちょっと学者ですので、はい、博物館にして博物館まあせめて技術の保存自分たちがこれまで研究した技術を、まあ、最新のハイテクの,あの機器を使って 場合,場合によってはまあ現物保存という形であの技術保存をしてあ<ー>まあそのために失業す,するはずの技術者を再雇用するという<ー>あのそういうアイディアを言ったんですけれども<ー>それに味方をした委員は一人もいませんで <laughs> でもそれが20年ほど前のことであった、うん、ずっと文殊はまあ生き延び続けたわけですけどねあの崎山さんじゃ あ本段階の話でいうと西澤純一さんは、博打だと言ったという話を聞いたんですけれども、できるかできないかわからない、わからないからやるというような言い方をして、要すにそれはあのポケットまででできるお金ならやっていいんだけれども、もんじゃ建設費だけで6000億,億円。はい はあ、でさらに、はい、動かせば毎年何百億円か、あの追加 1>, 1年で何百億円いるんではあ,あの、ラジオネーム、ウルチさんという方は、ですねいや、そんな納税者としてこれまでに無駄に使った税金返せってメールをくださったんですけど、うん、どれぐらいのお金使ったことになるんですか、で,ちで、ね、あの 建設する動き始めたのが1994年なんであのそれまでは5,900億円ですねでそれ以後はあの追加費用としてどんどん積み上がっていくわけですけど、はい、毎年平均すると200億円ぐらいかかり続けてまあ,あのもう20年あの最初に再稼働してから経ちましたので。 あの200億円かける20年で4000億円つまり足し合わせればまあ1兆400億円とか<ー>その文珠だけのためですよね文珠だけで1兆円以上かかる、うん、負けを取り戻そうとして、うん、またさらにつぎ込んで負け続けてるわけですよ、うん、<laughs> だけどその60年前に一旦はそは高速増殖炉で夢を描いたわけですねこれどういうい夢、うん いわゆる核燃料サイクル、はい、って言葉私も今、聞きはするんですけど、崎山さん、ど,どういう夢を描いていたんですか、うん、ごく簡単に言いますと、はい、あの皆さん、最初の原爆がウランだったっていうことは、あのウランというものを使って爆弾にしたっていうのは、もちろんご存知だと思いますが、広島,すね、広島の原爆ですね、はい、あのその時に長崎はまあプルトニウムだったわけです、ウランというのは自然にあの存在する、天然のウランとして、資源として一応存在はすると。うん でそこからあのプルトニウムというのは人工的に作り出せるものだったわけですね。 ところが、1900、まあ、そうですね、まず初期の頃は、あの、どちらかというと、まだ軍事利用の方が、終冷戦が始まった頃だったので、はあ、ウランはいつか、この、こうやってどん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 原爆、水爆作っていくと、まあ、ウランはなくなってしまうんじゃないかと。はあ、ウランって割と偏って気球の中では存在するものですから、あの、ある場所にはあるけど、ない場所には全然ないってことが日本には、ね、日本はほとんどないですね。すねはい、まあ、全くゼロというのは言い方はできないですけれども、はあ あの戦時中もあのあの軍事研究でまあ探したところはあるんですけど実情ないので、はい、あのそうやってウランはいつかなくなるだろうとだから高速増殖炉はあのいつかは主流になるとつまり最初のウランを掘り出してそこからプルトニウムを作って、うん、そして高速増殖炉によって使えないウランをプルトニウムに変えるんですね。 ウランには使えるウランと使えないウランがあるんですけれども、はい、使えない方のウランをプルトニウムに変えることによって、うん、どん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 プルトニウムが増えていくと、うん、でそれを使っていけばいいというまあその時点ではあったわけですそれは世界中に多分共通の認識があったと思います、うん、で実際にその最初の頃はまだ高速増殖炉、まあ、実験段階でまだ世界にもなかった頃にまずはとりあえず普通のウランを使った原発ということで日本に今ある 原発。軽水路ってよく言いますよね。はい、まあ、水を使う、あの、冷却するのに原発ですけれども、それが世界中に広まりだしたと。うん、そうすると、あの、アメリカとかは、もう、どん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 原発が増えるはずだと、世界中。うん、日本だって、まあ、計画ではきっともう、今頃、100基を超える原発があっても、当時の頭の中だけではですよ、<ー>あったと思うんですけれども、当時もそういうのがあって、だったら、ウランは絶対足りなくなるよと。うん じゃあ、やっぱり高速増殖炉だと。はあ、しかし、現実にウランは足りなくならなかった。まず、それはそんなに原発はたくさんは広まらなかった。んうんそして、ウランの資源、新しいあの鉱脈とかがそれなりに見つかっていますので、うん、よくそのウランは昔は20年ぐらいでなくなるんじゃないかと、1960年代は。えー、もう1980年代ぐらいは高速増殖炉が主流だよと言っていたんですが、 現実にその需要の面も供給の面もそういかなかった。いいじゃんと無理して高速増殖炉をやらなくてもという状況は少なくとも出来上がってたわけですね。うん、だからこう資源のまああまりない日本が資源をこう生み出せるという意味の夢。はい だったわけですよね言い方としては、はい、あの当時純国産エネルギーという言葉が言われての純る純、ね、私ね純純,純国産っていうから純正100%の純かと思ったら違うんですね、うん、純有償の、ね、ウランウランそのものは全部外国から100%輸入してるわけですけれどもともと輸入なんです、ね、だからウランから生み出した派生して生み出されたプルトニウムは。 あの日本の原子炉で生み出されたものなので、はい、これは国産と言ってもいいだろうだからあの最も原産は外国だけど、えー、派生物は国産だから純国産というような,そうなんだ言い方をしてました。で実際はじゃあこのの年でどれぐらいの、うん うん、電力を生み出したのか運転の実績現実はどうだったんですかもうあのほとんどゼロです、ね、ほとんどゼロで,すかですから1994年に初めて、はい、あの出力を出すようになってそれから1年間あの低出力で試験をやってた動いたり止めたりして、はい、その頃に若干の出力がありますけれどもあの事実上、まあ、ほとんどゼロだと思います。それとあの事故後に、はああの また再開しようと工事なんかをしてあのちょっと動かしてみたりするわけですけどそこでは発電してませんので、うん、ああの事故後はぜ、ま、厳密に発電量ゼロです。ゼロ その前は100%そもそも<ー>あの力を出したことないんですよ、一度も、モンジュは。100%の電力を出したことは、そのモンジュが出せる限りの。何日ぐらい稼働させるんですか全部で250日ぐらいですね。稼働してるという意味では。22年で250日。発電してるという意味ではないですけど発電じゃなくて、動かしたのが250日、うんうん。原子炉として動いてるのは250日ぐらいです。これ、あの、ただってたら、ええあ月で、電力は必要ないんですかそのひ 使わなくていいんですかこれは、モンジュそのものを維持する費用が <laughs> あ、費用じゃ、電力が必要です。それは。モンジュの中は電気も電灯もともってるわけですし、はい、あとナトリウムという特殊な、あのあ、ナトリウム自体は本当は特殊なものではないんですけれども、はい、普通の原発は水を使います。あの、原子炉を冷やすの冷やさなきゃいけない。冷やすと同時に、はい、まあ、言ってみれば熱を、そこにエネルギーを取り出してるわけなんですけれども、モンジュは最初に言ったように、高速、 でなきゃいけないんですよ。中性子のスピードなんですけども、<ー>ごく簡単に言うと。はい、すごいスピードで中性子を動かさなきゃいけない、うんうんうん。そういう中性子が飛び出すようにしてこなきゃいけないんですけれども、はい、それは増殖のためにどうしても必要なんですね。プルトニウムが増えるためには。うん、あの、普通の原発ではだから増えないわけですね、プルトニウムは。うん、なので、高速に保つために水がスピードを落としちゃうんです。水はあの冷やすのにはいいんだけど、うん、スピードを落としちゃうと。で、ナトリウムが必要。 はい、ナトリウムというのを液体にした状態で動かしておか,いい、うん、か,かなきゃいけないわけですそ,それにどれぐらいのお金がかかるんかいやそれが計算まではしたも含なてですけどもて私が最近知ったところによると<っ>本来、止まっている間はナトリウムを全部外に取り出せばよかったんですそれをそうじゃなくてあの文字では20年間 あのあのナトリウムというのは例えば80度以下になると固まっちゃうんで固まっちゃ困るからということでヒーターで温め続けて電気を使い続けたとしかし外に出すことは理論的には簡単なことででも実現実的なことはためる出てきたナトリウムを全部収容する。 装置がなかったとお金を節約して作ってなかったということらしいでねだから巨大ナトリウム温め装置なんですよ高速増殖のモンジュははいナトリウムを液体の状態にしておくことに意義があるというと怒ると思いますがなきゃいけないでもそれにはものすごくお金もいったでそこの装置作らなかっただけど今の話だとものすごいお金かけたらモンジュは 成功すする技術なんですか吉岡さんいやあのどの国でもまあ失敗してますけれども単純な話を言うと、はい、あの文殊というのは電気出力28万キロワットでこれで1年間かなりの,あの設備利用率例えば80%の設備利用率で運転したとしても生み出す年間の電力は2億 キロワットアワーぐらいで、それお金でいうと、はい、電気のあのまああの卸売で、あの関西電力に引き取ってもらうとおそらく十億円ぐらいなもんでしょう。それってお安い、難し,かしわずかなもんなんですか。しかし維持費だけで二百億円かけて運転費をかけると、あ,あのもっとかかるんで、だから止まってた方がう動いているより赤字の増え方が。 そうか、作っただけで6000億円、ええ、そして毎年維持するのに200億円、止めていたってかかるようなものである、ええはい、でそれで頑張って電力を生み出したとしても、うん、まあ買い取ってもらったら10億円ぐら、うんうん、い。なんかの 経済的じゃない、まあ、不効率な難しいところでモンジュは一応原型色なので技術的な実証をするためだからといってああいくらつぎ込んでもいいってことにはならないとは思いますがそれをいいことにという言い方もできますが。ところモンジュの3段階ぐらいあの実用炉になればあの経済性であの今の主流の原子炉である軽水炉に 近づくぞというような、そういうあのポンチエで目標は立ててましたけれども、<ー>あのその目標が現実的だとはみんな思わなかったんじゃないでしょうかみんな思わなかったっていうのは、関係者の方や学者の方々、電力業界のこの文銃に詳しい人は、うん、ずいぶん前から、うん、これは無理やでと、うん、その実用はね。うん

例えば、まあ、あの水を炉心に通すとあの穴が開いたら大変なんでナトリウムを一時系に入れてその次の熱を伝達するのもナトリウム系で、うん、そのさらに次にようやく水が出てくるということで伝達系が異様に複雑になるとか普通の原発だと2つのサイクルしかない水でまず原発の中に入れる原子の中に入れる水が通って。 でそれをまた一つの水に伝えてでそれでタービンを回して発電するんですけども今吉岡さんが言われたようにモンジュはあまりナトリウムと水をあんまり反応させると,せると当たり前ですけどよくないなナトリウムと爆発的な反応が起きるナト,ナトリウムが水と出会ったらなん火災というか爆発というか爆発的な火災ですねあの空気でも、まあ、酸素と反応するわけですけれども酸素の中ではであの 空気の中では緩やかに燃えるんですけれども、ええ、水に入れるとじわというふうにああのたまに科学の実験とかで、ええ、あの紙にペロッとちょっとナトリウムをつけて、ええ、あの洗面器かんかに落とすと、うん、火を吹き出してこうく,るくるくるくる回るというか<え>ほんのわずかな量でもですね。 取材に、その文樹に訪れた時に、酒、はい、山さん、その水っていうものがいかに、その、まあ、ナトリウムと。まあ、火器厳禁じゃなくて、水禁止と書いてある<っ>、そこ、すすごいです、ね、まあ当然。水禁止の区画があるんですか。まあ空気でも反応しちゃうんですけれども、水はもっと怖いので、はい、あの、例えばコンクリートの建造物とかだと、当然水を大量に含んでるので、うん、コンクリートと反応すると大変なことになるんですね。 コンクリートなんてそこら中コンクリートでしょ、えーうん、で、文殊の離婚の時は幸い、コンクリートを覆ってる部分までしか到達しなかったので、コンクリートまではいかなかったので、ものすごい爆発的な反応はまあ防げましたけど、えー、それでも危なかったこそこにもし水がもっとあればいうこと、えー。そうですね、水を含んだものがあればですね、すねもう空気中の空気と反応するだけ大変なんです。<ー>で、さっき言ったように、その3つもループがあると。はい、うそうすると、あの、そうですね、原発をそんなに被災に観察したことがある いいないかもしれませんけれども文字に実際行ってみると28万キロワットの原発といわれても実際に100万キロワットの原発と大して大きさは変わらないんですよ。 建物の大きさ自体は大き,大きいんです、きんですだからそういう意味では、これだけのもので28万キロワットしか出せないのかとそうなんですね、実際に出う,ういうことが、ね、構造も複雑ですしそれは。あのラジオネーム、バイコロジーさんという方が聞いてらっしゃるんですが、吉岡先生、うん、あの先ほどの話で、モンジュのこの考え方、採算が取れないっていう話は分かったんですが、うん、じゃあ、科学的には実現は可能なんですかと。 もう科学的には可能だけど非常にあの他の発電手段に比べて値段が高くなる。まあそれだけじゃなくて。 プルトニウムというのはあの核兵器の材料として非常に優れておりますので高速増殖炉を保有するということは、うん、あの核兵器の潜在技術として最も高度な技術を保有するということと同じですから<ー>あのその結果どう何が起こるかというとあの高速増殖炉の商売ができる国というのは核兵器国だけに限られるという。 だから国際貿易でも高速増殖炉で儲けるとか貿易で儲けるとかそういう話は成り立たないということで反論がもう本質的に反論が狭いという問題もあるわけですうそうですねだから高速増殖炉ではモックス燃料というそのプルトニウムとウランを混ぜた燃料を使いますけどそのプルトニウムは再処理という 使用済み核燃料の再処理という段階を経なきゃいけないわけですね。あれ、勝手にプルトニウムが出てくるわけではないですね。要に再処理する場所工場が必要なんです。そ,ですですそれはれ。使用済み核燃料の中には、確かにプルトニウムや、はいうん、あの、燃え残ったウランが含まれてるんですけど、ごっちゃに入ってるわけですよ。うんはい、なので、それをちゃんとより分けなきゃいけないんですね。<ー>で、今の吉岡さんの話に引き付けると、そもそも核兵器を持ってない国で、うん この再処理をやってる国は、現状では日本だけなんですよ。日本だけをるんですあまあ、政府内軍事用でやってる国はありますが、はい、あの、いわゆる核兵器保有国と言われる国で、うん、あの、なんていうか、再処理を商売的に、商売でやってる国、それを二期名原子力協定で、まあ、許されてるんですけれども、うん、これも生き生き、アメリカという国は昔からもう、その、再処理はなるべくやらないと。 要するにプルトニウムを自分たちは兵器、核兵器持ってるけれども、はい、人には持たせたくないということで、うん、なるべくプルトニウムが広がらないようにしたいと。はあ だから日本もちょうどモンジュの一つ前の段階の実験の,あの高速増殖炉で常用というのがあるんですけれどもちょうどこの原子炉が動き出そうとした頃にアメリカが待ったをかけたことがあってですねでいろいろもめたんですけれども結局のところなんとかまあアメリカから許可をもらえてやってるんですねだから非常に珍しいその世界でどこでもがやってることではないということは 吉岡先生、うん、そのプルトニウムをたくさん持ちすぎては、うん、日本は国際的にこれ困ることになるっていうことですかまあそれは20年以上前からあのそれは国際的に指摘され続けてまして、はい、まあ日本が再処理をあの商業原発に関する再処理を。 まあ、やり始めたのはあのまずはイギリスフランスに委託をするという契約をしまして<ー>まあそれであの両国の再処理工場に委託をして運んでたわけですね使用済み核燃料を船で運んでプルトニウム取り出す再処理やってんかと、うん、はいでそこで、まあ、できたプルトニウムというのがあの核分裂性のプルトニウムだけで30トンを超える であの核分裂性のしないプルトニウムが3割ぐらいあるんですけど、うん、そういうプルトニウム全量で言えば、まあまあ、45トン以上ううすみません、45トンというのはあのそれこそ核兵器に転用した場合、ねうん、された場合は核兵器はうまく設定すれば。 設計をうまくそれはあのあ<の>長崎原爆の長崎原爆のようなプル,プルトニウム原爆,原爆をとした場合<倍>4キロで作った場合には今45トンと言いましたけど、はい、1>, 1万発以上とか、えー、まあそのぐらいの量がまあ取れる日本はもうそのぐらいの量のプルトニウムを所有して EU は超効率よくやった場合ですけどね、うん、まあ北朝鮮とかがそこに達しているかちょっとまた別問題ですがそうなんでですすかから<っ>余剰プルトニウムといってアメリカがそれを持つなと。 あのクリントン政権の時代ですけど1993年だったと思いますけど余剰プルトニウムを日本も持ってはいかんということでもし持つならばあの使用目的をまあ明確にせよということで、まあ、しかしすでに40トン、40何トンイギリス、フランスと契約しちゃったんで商売ででで契約結んでるわけですこれはそれをどうするかということで <laughs> 今、大半がそれが。 普通に留め置かれたままになっていてあの、はあ、日本には輸送されて、まあ、利用の目的があるたびに少量ずつ輸送されてきているというそれも高浜にはこの間、ま、あの戻ってきたのがプルサーまで行うので、はい、高浜原発で再処理をします使用済み核燃料の再処理をしていくこの核燃料サイクルというのはぐるぐる回りますよという大前提がないぐる,ぐる回るそうですえね。えー まあ、あの高速増殖炉というそもそも使い道が、はい、でも使うという約束をずっとしたまま<ー>いろんなことを動かしてきたんですね,そうですねだけどその文字をやめるとなったらじゃあどうなるのかというお話をですね、うん、じゃあコマーシャルを挟んで引き続きお送りします 報道するラジオ、今週の特集テーマ、文ュ廃炉の衝撃です。え今日は文ュの歴史に大変お詳しい、九州大学教授、吉岡一さん、そして TBS ラジオ記者の崎山俊也さんに伺っております。えー、お二人に質問ということですね。ラジオネーム、コーラル3号さんという方がメールをくださいました。文ュは廃炉にする方向だけれども、うん、核燃料サイクル、うん、ね、その再処理でぐるぐる回すという、このサイクルは やめませんということを政府は言ってるようですが、うんはい、つまりプルトニウムを使う手段はあるということを言いたいわけですね、えー、多分政府はだからそこの意味が分かりませんとおっしゃってるんですが、うん、吉岡さん、まあ、はい、えー、解説しますと、はあ、まあ再処理を続けるというのがまあその意味であって高速増殖炉のうち門字はやめるけれども、はい あの高速路開発それ自体は完全にやめるわけではないという。あ門時はやめても他に新しい、うん。 高速,えとね、高速炉っていうのがあって種類が<う>その中に高速増殖炉っていうのがあって増殖はしないんですよ、うん、今度の高速炉計画は、うん、増殖はしなくて夢のように増えはしないけれども,でもプルトニウムを使って、うん、あの例えばその一応研究の話では例えば放射性廃棄物の中で何万年も寿命の長いやつを少し寿命を短くするとかそういうことができるのがついてきますよとは言ってる高速炉計画っていう<ー>ちょっと モンジュとは同じようなのではないんですけれども、うん、同じ高速炉という仲間に入るそれをまた開発しますよって言ってるんですか、ね、あの新しく作るのは全然無理なんで今ある40年前に作られたジョというあの実験炉これは茨城県の大洗にあるんだよ、ね、あはい、数年ぐらいは寿命を伸ばしてそこで小規模実験をやろうというのが一つですねそれともう一つはあのフランスで これはペーパープランで設計段階なんですけど、はい、アストリッドという。 あのジェよりちょっと大きい高速増殖実証炉を作ろうというフランスと一緒に開発しましまだからそれに乗っかるという一緒に開発ではなくてそれに乗っかって実験を日本のスペースをスペースと時間をいただくというようなそういう形でフランスのにあのまあ小判染めで乗っかるというこういうものも。 漢字に入るとすれば高速路は完全に断念するわけではないというのがまあ一つのポイントです。設計段階ならあのお金がそんなになくてもできますけど <laughs>、はい、いざ作るとなると1兆円とかそんなお金が。 あまあ、もちろんフランスのロなんで全体はフランスですけどでも日本が払うことにね分担金をかなり払うことにもなりますしフランス自体が1兆円の大部分を払うかどうかというのは相当疑問ですので、えー、なんかフランスは最近こう原発の比率も下げようという話を、うんはい、やめるってことじゃないですけど下げようってことで、えー、フランスも日本と同じでセエアーというあの原子力庁というのが 昔からそういう商業原発以外の原子力開発やってきた核兵器もやってきた役所ですけどそこのまあ存続組織存続のためにあのそういうアストリッドという高速炉計画をあの非常に大きい計画ですけど作ってなんとかあのお金を取ろうとしてるけどまあ生産はほとんどないと私は思ってます。 だけどあの、ラジオネーム、たぬきわんわんさんっていう方はね、じゃあ、文字が廃炉になるということで、核燃料サイクルというものが、うんまあ、ある意味破綻したということでしょ、うん、そしたら一般の原発の再稼働はどうなるんですかとお聞きなんです、うんまあ、あの若干説明しますと、はいあの、原発で使用済み核燃料が出てきまして。 それを今、各原発のプールに貯めているわけですけどこれをいつまでも貯めておくというようなことはあの住民の意識からしてもあのできないこれ以上貯めるなというールが本当にいっぱいになってしまうケースも動き出したらなるかもしれません。その場合に あの持って行き場所を確保していくということが、うん、あのこれからの原発を維持していくために重要でそれをまあ中間貯蔵施設というふうにまあ言っておりまして、はい、まあ今あるあの原発サイトとはちょっと離れたところにあの例えば5000トン使用ゼみ核燃料を収容できるのを何か所か作ってそこに入れておいてそこに入れたら最終処分場ができるのを。 待ってあの50年なり100年なり貯蔵をするというそういうふうに中間貯蔵施設が欲しいでその時に中間貯蔵施設を作った場合あのそこで使用済み核燃料それをいずれは再処理する。 いずれはね、だから中間建前が。そうか、住民の気持ちになったら、最終処分場って言われたら、とても受け入れられないけれども、今、一旦中間ですから、置かせてくださいねって言われるのとは、だいぶ気持ち違いますよねかなりの値段で、しばらく置かせてくださいということで、それをなんとか形の上で、そういう大義、名分を保つために、再処理は維持しなきゃいかないという、六箇所再処理工場を維持しなきゃいけないという。 これが、まあ、あの核燃料サイクルを存続させるということの,、はあ、あの実質的な意味だと思います再処理はしますよ、核燃料サイクルはこれからもうずっと生きてるんですよって言っとかないと、<う>いわゆる中間貯蔵施設という、この中間という言葉は使えなくなるわけですよね、うん、でまだ中間貯蔵もまだあんまりできなくて、なくなまだ原発のプールにある段階ですから、はい、これが日本全体で1万7000トンぐらい。 使用済み核燃料あるんですね、はい、でうち6か所村にも実は貯蔵するプールがあって、はい、そこは3000トンぐらいもうい満杯なんですほぼ満杯なんです。はい なので残りの1万4000トンをとにかくどこかに置いておかないと、あの、例えば、あの、九州の原海原発などは、もう満杯に3年後ぐらいに動かし始めたらば、<ー>あの、本当に本格的に再稼働したら、3年でプールが満杯になると。はい、一番早い場合は。平均で 7,、まあ、だから7割ぐらい今、日本の全国のプールは埋まってる。 ででですすにで埋まってるものが、これ、再処理できます、核燃料サイクル大丈夫ですって言ってたら、うん、まあ資源のもとみたいに思いますけど、うん、いやもうこれでおし,おしまいですって言ったら、いきなりゴミですよね、うん、そうですね、まあ、国の意識としても、まあ、ゴミ屋,屋敷の屋根氏が、あのゴミを資源と言ってるのと同じような。あの 認識をしてると思うんですよあのプルトニウムを使った燃料ってものすごく値段が高くてあの経済性から言えば電力会社がしょうがなしに引き取ってるというようなものですのでそれは持たないとあと再処理自体も事業として持たないだろうとすでにあの 積立金というのをためたんですけれどもその半分以上使い込んでると何もしないのにほとんど何も最初の実績が400トンしかないのに、はい、あのお金の半分以上を使い込んでるあのこのぐらいの、まあまあ、能力だと何百兆円の赤字があのもしかしたら将来出るかもしれないそう電力会社がお金を出し合って六ヶ島のっかし村の最初に工場っていうのをやってるんですけど、はい、もうほとんど出したお金を使い切るんじゃないかこのままではというような。 でも今、永遠の危険運転中なんですよ、再処理工場は、<laughs> 永遠かどうか分かりませんね、れからこれら私たちの税金は、もっともっと核燃料サイクルと言われるものに投入されていくそうですね、再処理拠出金というのが、まあ、今年あの導入されるわけですけれども。 それはこ、電気料金に上積みして。ええー。国民から取って、これがまあ、最初の実際の、まあ、お金。コストから見ると、これが。二倍、三倍、四倍。になっていくという可能性は極めて高いと思います。今日は九州大学教授吉岡仁さん、そして、T. B. S. ラジオ記者の崎山俊也さんに伺っております。どうも、お二人ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 報道するラジオ。今日は九州大学教授、吉岡仁しさん、そして TBS ラジオ記者、崎山俊也さんにお話をしていただきました。えー、文樹、廃炉の衝撃と題してお送りしてきたんですが、あの、お二人ね、えっと、リスナーの皆さんから本当にあの、いろんな言葉を頂戴しています。えー、例えば、広島邪ンさん、このまま進むにしても莫大な費用がかかるし、廃炉しても莫大な費用がかかるんでしょ。判断を間違えたために戻るも地獄、進むも 地獄ですすねとおおっっしゃっておりますがあの吉岡さんやっぱり撤退できるチャンスっていうのに、うん、ままであったんでしょうか日本はまさに1997年に私が高速増殖録懇談会で言ったようなうあの博物館にせよという20年前にやってれば4000億円は救えたはずですですから無駄な時間を20年使ったというふうに私は思ってますし。 その場合、今やめたらどうなるのかというと幸いほとんど動いていませんので、はい、あの放射性の、まあ、毒性の度合いというのは少ないんですねだからあの廃止して、まあ、普通の原発よりちょっとお金がかかるかもしれませんけど、廃止はどれもかかりますのでそれをやるしかないと思います。うん、あの崎山さん、はい、こう、 今回の文殊の廃炉の動きで、じゃあ今政府は安全な原発は再稼働するという方向ですけど、ね、この政策は どうなだから、るんらゅうを切り離したことで、あやっとそこから逃れたのかと、少しいいイメージにして、原子力もたまには無駄なことを省いたりするんだなと、で再稼働に集中したいというところなんでしょうけれども、その辺はきちんと規制の,の審査とかですね、避難計画とか、そういったものが再稼働には山積みですから、はい、そういったものを抜きに、再稼働を安易にね、これでもんじゅはとにかく、まあ、やめたんだから、進めてもいいだろうと思っても困ります。はい お二人どうもありがとうございました報道するラジオでした